どうもドクタークラゲさんでございますね。この前のあのブラックな動画とは違ってね、もうあの正反対ね、綺麗な白衣を着っていう割には汚ねえなこれな、うん、綺麗な白衣を着てね、下に天ぷらイソギンチャクの T シャツ着てますけどもね、実に清楚なね、イメージの清楚なんてイメージがこの顔のどこにあるんだよ、この汚ねひげ生やしてななんて親に言われるけどもね、あのそんなドクタークラゲさんですが、今回はね、タイトルとサムネ通りね、講演会のお知らせですね。いつも言ってますよね、今会える研究者というね、あのこれ以上またやるとあのまた物の符に怒られるからやめるけど、あの今会える研究者を目指しておりますのでね、皆さんも来られるような、来ていただけるような、そういう一般公開のね講演があります。それがこちらでございまして、これはね、日本動物学会関東支部公開講演、まあ、あのちょっと今ポスターで出しましたけどここに貼っとくね、うん、日本動物学会のね、動物学会でかいから各地に支部があって、関東の支部があるんです。ね。そこにちょっと私の研究を評価してくれるような、立派な先生が、関東支部に限らず俺の研究は全国で評価されてるんですけど、こういうこと言うとまた延長するよな、本当にな。関東支部の中でね、評価してくれる先生方がいて、それの中で、今回はね、海の生き物をテーマに、5人の先生、先生及び学生が2人いるようですけども、私を含めてね、立派な先生方に混ざってね、公開講演をさせていただきます。今回はすごい、東大の生物学科の大講堂だからね、何百人は入れねえか分かんないけど、立ち見が出るたら多分200人以上は入れるようなね、とんでもねえ講堂で講演を行いますんでね、皆さんぜひ、来ていただきたいと思っております。今回のね、内容は、海に住んでいるちょっと変わった動物たちということでね、多少皆さんに馴染みのあるようなね、動物じゃないマイナーな動物がたくさん出てきます。ちょっとホワイトボードで説明しますね。ね、たまにはちょっと学者らしいところを見せないといけねえなと思ってね、公開講演これなんですけれども、海に住んでいる生き物、海の生き物って言えば、皆さんがイメージするのって、大体クラゲとかイソギンチャクやサンゴ、それからイカやタコ、あとカイモかな、それからウニャウニャしたミミズみたいなゴカイとか、カニ、エビ、それからヒトデやウニとか、あとお魚さんとかね、そういう、生き物たちでしょ。で、この動物たちはそれぞれ、動物のくくりに、門ってのがあるんですよ、門。ね。これは中国語を習ってた感じで、簡体字で書いちゃうんだけど、この門。ね。失礼。はい、こんな感じ。ね。生物の一番大きなくくりに、門っていうのがあるんですよ、門。で、クラゲやイソギンチャクやサンゴを全部まとめて、四方動物っていうのね。これが俺の専門なのよ。四方動物。ね、で、イカやタコや貝は、柔らかい体を持つ手で、軟体動物。ね。で、誤解とかは、これちょっと由来は難しいから、今聞かないで。関係動物っていうもんなのね。で、カニやエビは、節のある足で節足動物。で、ヒトデやウニはトゲや皮のある動物もんだから、棘皮動物。で、魚は、とりあえず、ちょっと昔の、今いろいろあれだから、ちょっと難しいんだけど、一応、ちょっと昔のね、ふうには脊索動物。で、いうふうに言われたんです。ね。または脊椎動物なんだけど、そこは、ちょっと今回は脊索動物で通させて。ね。だから、海で結構、有名というか目立つ生き物って、基本的に5つか6つの動物門なんですよ。だから、極めて、大きくくくると数が少ないんです。と言っても、実は、この動物門って、有名どころは大体この6つぐらいだと思うんですけど、動物門って実は40弱あるんですよ。ね、ここに出てこない動物門。なんで出てこないかっていうと、実は動物門の大半って微生物なんです。で、微生物なんか一般人の目に触れるもんじゃないから、基本的に、認知されてないのね。だから多分、中高の生物の教科書でもこれにあといくつかプラスされてるだけだよ。ね。だけど本当は40ぐらいの動物門があって、それの中で目立つのって実は少数派なんですよね。でだ、今回のご講演に出てくる、主人公になってくる生き物が、ここに5つ並べましたね。私が天ぷらイソギンチャクとノリカイメンね。他に、ですね、
他の人の講演のタイトル覚えてないんですけど、不思議な平板動物、これはあの専門ヒラムシっていう種類の生き物です。で、クシクラゲ、それから、まあ、これはタイトルに出てきてないけど、骨食いハナムシ、ゾンビワームですね。ゾンビワームっていう名前が、あの、属性があるんですよ。それからさらに、クマムシね。クマムシなんてのはやっぱ馴染み深いでしょ。ね。あるでしょ。特別なスープを。まあ、あの、余計な、あの、歌はいいとしてね。歌が上手いのはもう百も承知でしょ。ね。うん、カラオケでも高得点、そんなことはいいんだけど、そうじゃなくて。ここに出てくる5つの動物はですね、動物門で言うと、まあ、イソギンチャクはさっき言った四方動物だ。で、海綿の方は、まあ、名前の通りの海の綿と書いて、海綿動物っていう動物門なわけだな。で、繊毛ヒラムシは平板動物。クシクラゲは、クラゲってついてんだけど、実はこれは、四方動物ではなくて別の有質動物っていう、動物門なんだ。で、骨食いハナムシは、関係動物だな。これはさっき出てきたね。で、クマムシは虫ってついてるけど接続動物ではなくて独立の緩い歩みと書いてカンボ動物っていう、動物門に、入るわけだ。字汚くてすまんな、ね。つまりだよ、ね、さっき出てきたこの、まあ、結構有名というかメジャーどころの、六大動物門以外に、ドマイナーな動物門もガン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 出てくるんだよ、今回の公演。ね。ああ。まあ、海面まだ海面輸出はまだ、教科書に載ってることもある。でも、平板とか、カンボ動物なんて、ほぼ教科書載ってないぜ。ね。このぐらい、海って、動物門のうちですね、陸にしかいない、つまり海にいない動物門って1個あるかないかなんですよ。あ、1個あるかな ?2 個あるかないかなんですよ。逆に、海にしかいない動物門って5万とあるの。ね。そんな感じで、この動物の大きな括りでいう動物門は、陸よりも海の方が非常に多様なんです。だから、強いて言えば、簡単に説明するならば、陸上の生き物って、くくっちゃうと、本当に形はみんな大体均一なんですけど、海に行くとその均一から外れた動物門が5万といるのね。はい。これそんな話なんですよ、今回の公演って。ね。だから、海に住んでいるちょっと変わった動物たちなんですね。すいません。今ガタガタ、三脚がガタガタしてますが。だから、海に住んでいるちょっと変わった動物たちという、こういうタイトルなんですね。ちょっとどころがとんでもなく変わってますけどね。はい。こんな感じの公園というイメージで、いてください。はい。まあ、以上のようにね、面白い動物をたくさん、見ることができる公開公園、海に住んでいるちょっと変わった動物たちね。日時がですね、2019年の、まあ、つまり今年ですけどね、7月21日、まあ、ちょうど1ヶ月後ですね。だから動画撮ったんだけど、1ヶ月後の、1時半から4時。ね。クラゲさんの出番はだいたい4時、失礼、2時15分くらいだと思います、午後のね。うん。ちょっとタイムスケジュールが、もう結構その、公演によって前後するので、まあ、確実とは言いませんが、だから2時にいれば安心です。というか、まあ、全部聞きに来て、聞きに、お時間取れる方はね。はい。で、場所が、東京大学の本郷キャンパスの理学部2号館。ね。最寄りがですね、丸の内線や大江戸線の本郷3丁目という駅です。ね、本郷3丁目。で、この本郷3丁目から一番近い建物が実はこの理学部2号館なんですよ。地理がわかる方は、わかるかもしれませんが、お茶の水駅からすら、歩いても行けるぐらい。だから、俺は、実家から通ってた時は、地下鉄代がもったいないんでお茶の水から歩いてたんですけどね。まあ、とにかく、本郷3丁目という駅から一番近い建物の4階の講堂だと思っていただければ幸いです。ね。まあ、そんなこんなで、まだ全然資料できてないんだけどね。クラゲさんも、今回はこの天ぷらイソギンチャクちゃんのね、話を皆様にね、今会える研究者としてお伝えしますから、ね。ぜひ来てほしい。ね。この動画ね、多分私は母校の先生に依頼して、その母校のね、高校生や中高、まあ、中高行かながら中学生や高校生のね、生物の興味のある方にも聞きに来てほしいと、ね、そういうふうに宣伝してるんですけども、それに限らず、この動画を見ていただいた、まあ、中高生から、ちょっと小学生は一人で来るにはあれだから、親御さんが同伴が必要かもしれませんけど、まあ、中高生からね、大学生、そして、
一般の方、それからもちろん研究者の方までね、大勢の方に、天ぷらイソギンチャクを知ってもらういい機会ですので、ね、ドクタークラゲさんの顔を拝みたいね、この素晴らしき顔を拝みたいというね、ここまでアップにする必要ないんだけどな、この素晴らしき顔を拝みたいという方、クラゲさんの話を聞きたい方、このテンションをいじりたい方、誰でもいいですんで、ぜひね、動機は何でも結構ですから、この公開公演聞きに来ていただけると幸いにございます。それではぜひご来場お待ちしております。ドクタークラゲさんでございました。